デショーナ・バーバーは、アメリカ合衆国の美人コンテストのタイトル保持者、モチベーショナルスピーカー、アメリカ陸軍予備役の隊員である。2016年6月5日、ミス USA に選出され、2016年度、ミスユニバース世界大会において、トップ9に入ったが、トップ6入りは逃した。1989年12月6日、ジョージア州、コロンバスにて、 ダレン・バーバーとコーデリア・バーバー夫妻の子として生まれた。両親は共に退役軍人である。バーバーは、いわゆるミリタリーブラッドで、アメリカ陸軍特殊部隊軍における父の24年間の軍歴のために、ノースカロライナ州、ネブラスカ州、ミネソタ州、バージニア州、そしてワシントン DC と引っ越しを重ねた。バーバーは17歳で、アメリカ陸軍予備役に入隊した。 彼女は、バージニア州立大学に通い、経営管理学士号を取得した。陸軍予備役では、補給係将校及び、市長兵隊指揮官に任命され、アメリカ合衆国商務省において、IT アナリストとして働いている。バーバーは、女性のための軍事訓練団体、パーシングエンジェルス及び、シグマガンマ、ローソロリティのメンバーである。ヤンキースタジアムで、始球式に臨む、 バーバー2015年12月9日、バーバーは2016年度のミスコロンビア特別区 USA となった。ミスコロンビア特別区 USA となる以前に、バーバーは2010年度のミスバージニア州 USA 及び2015年のミスコロンビア特別区 USA のセミファイナリストになっており、2011年のミスバージニア州インターナショナルのタイトルを獲得している。彼女は、 ミス・ USA のタイトルを獲得した3人目のミス・コロンビア特別区・ USA である。バーバーはミス・ USA のタイトルを獲得した初めてのアメリカ軍人であり、在任期間中に退役軍人問題を促進させる意向である。2016年6月5日、バーバーはネバダ州ラスベガスで開催された2016年度ミス・ USA 大会に出場した。彼女は 準優勝者のミスハワイ州 USA チェルシー・ハーディン、2位のミスジョージア州 USA エマニ・デイビスを退けてミス・ USA となった。彼女はミス・ USA となった初めての軍人である。彼女はマニラにおいて開催された2016年度ミス・ユニバース世界大会にミス・ USA として出場し、9位となった。ありがとうございます。